ゴンドウクジラ族は、クジラグーテイモクハクジラアモクマイルカカに属する族の一つ。ヒレナガゴンドウとコビレゴンドウの二種で構成される。ゴンドウクジラ族は、イルカとして扱われる種が多く属する、マイルカカに分類されるが、その形態は、興奮が額のメロンより先にあまり長く、突出しておらず、いわゆるイルカらしい顔つきをしていない。そのため、体の大きさや、 系統分類学的位置からは十分にイルカとして扱われておかしくないにもかかわらず、慣習的にイルカとしては扱われず、クジラとして扱われることが多い。ゴンドウイルカと呼ばれることもある。ゴンドウクジラ族の代表は真っ黒かあるいは濃い灰色である。頭部が丸く、若干ずんぐりむっくりしている。ヒレナガゴンドウとコビレゴンドウはかなりよく似ている。 分布が重なっている海域ではこれらを区別することは困難であるが、胸びれの長さ、葉の本数、頭の形などにより判別することが可能である。こびれゴンドウ、特に年を取ったオスの頭は丸い。ヒレナガゴンドウは、こびれゴンドウよりも若干頭が四角く、額が口よりも前にせり出している。出産直後の体重は6 0ラム程度である。 生体の体長は4から7メートル、体重は1000から3000キログラムである。寿命は、オスが45歳、メスが60歳程度である。共に10頭から30頭程度の群れを成して行動する。非常に活発に行動し、人間のボートに近づくこともしばしばある。主食はイカである。またゴンドウクジラとマグロはしばしば同じ海域で見られる。これは、 ゴンドウクジラがマグロを食べるからではなく、共にイカを食べるからであると考えられている。ゴンドウクジラは他のクジラに比べて海岸に乗り上げてしまうことが多い。これは海岸近くで産卵するイカを追いかけて海岸まで来てしまうのだろうと考えられている。オーストラリア南西部の海岸の例では、1996年にヒレナガゴンドウが約320頭、2018年には 小びれゴンドウが約150頭が打ち上げられている。小びれゴンドウは日本近海に形態が異なる2タイプの亜種が生息している。通常マゴンドウと呼ばれるタイプと一回り大きく形態が異なるタッパナガと呼ばれるタイプであり、両種は寒流と暖流の潮埋である、上市付近を境に別個分布している。タッパナガは潮ゴンドウとも呼ばれ小ビれゴンドウと別種とする説も一部に、 あるまた、ヒレナガゴンドウは、北、太平洋では見られないが、日本国内の遺跡からの発掘調査で、部分的骨格が発見され、かつては少なくとも、日本沿岸に生息していたことが確認されている。一説には、ヒレナガゴンドウの地方絶滅が、今日のタッパナガと呼ばれる、北方形態の誕生を促したとされている。失われたヒレナガゴンドウのニッチに、 コビレゴンドウが入り込み進化適用したという原理である。日本における初のコビレゴンドウの展示飼育は1936年阪神水族館による。これは和歌山県東室郡大寺町で捕獲された4頭を約660平方メートルの楕円形の屋外プールで飼育したものであり、簡単なゲームを披露するまでになった。鈴木は水族館におけるクジラ類の飼育としては、 世界でも最初期の事例であろうと指摘している。神奈川県の江ノ島水族館においては、開館以来、大事町で捕獲されたコビレゴンドウをたびたび飼育していた。コビレゴンドウを沿岸捕鯨で捕っている、和歌山県大事町のクジラの博物館では、継続飼育を行っている。ほとんどの施設で飼育されるコビレゴンドウは、マゴンドウであるが、八景島シーパラダイスでは、 タッパナガが飼育されている。食料として見た場合、コビレゴンドウの体内に含まれる微量の水銀に妊婦は注意する必要がある。厚生労働省は、コビレゴンドウを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、1回に食べる量を約8 0ムとした場合、コビレゴンドウの接触は2週間に1回までを、 目安としている。ありがとうございます。